あのメタスキル、メタスキル、メタスキルと何を喋ってるんだっていうふうに思ってる人がいると思って、この動画を作りました。うん。えー、世界史日本史について喋りますと。歴史ですね。歴史って何なんですか戦いの歴史、支配者の歴史、民族対立の歴史、原因と結果の歴史、いろんな言い方ができますね。うん。その目線が変わると歴史も変わるということです。あなのでね。 あのどういうふうに自分が歴史を語るか、うん、どういうふうに学んでいくかっていう視点が定まっていないとなかなか身につかないよということが逆に言えるわけですね断片的な知識になってしまうつながっていかないということですそれがまあメタスキルいろいろありますけれども日本史世界史のメタスキルの一つとしてねそう その物語る力がある,と思います物語るっていうのは視点があるわけですね、うん。その視点を持てるか持てないかというわけで,です。はい。ちょっと具体的に、うん、時代を物語れるか、主人公がいるはずですね、物語の。一般人支配者、よそ者。うん、いろんな人がいて、いろんな人がその歴史に関わってくるわけですね。じゃあ、誰にフォーカスをしてみようか。 というので、時,と時には支配者をフォーカスにした方がいいかもしれないし、時にはよそも時には一般人を、えー、フォーカスした方がいい時もあるわけです。うん、場面によっても変わりますね。これ物語が進行しているわけですね。じゃあ、この時は誰それを主人公にしてみよう。うん、まあ、何ちゃら時代っていうのがあって、まあ、何かの地域かもしれませんよ。うん じゃあその一つ一つの時代一つ一つの地域に対してこういう物語る力が君にありますかということですうんとてもシンプルで簡単なんですがこれをねやってみてほしいんですね歴史そういろんな語り方ができるよとうんある時は歴史のすべてを その道具の歴史もしくはまあ文化史ねの歴史として見てもいいわけですね。うん、まあそうするとねなんか馬の歴史みたいな青銅器の歴史とかそういうね鉄の歴史とかそういう本が出てくるわけですよね。いろんな人がいろんな見方でそう文明の歴史文明はこういうふうにして、ね、ああ文明と気候っていうのもありましたね。 そういうつなぎ方もできるわけです。あなたはどういうふうに物語を作っていきますか、うん、例えばなんかねそう、イスラームっていう言葉ありますね。じゃあイスラームっていう言葉を説明してくださいって言われたらどうしますかうん。どの時代のことをまず喋ろうかなっていうふうに考えるかもしれないですね。イスラームが関連する、そういう場面がいくつかあったはずです。 ああで主人公誰にしますかうんそうイスラムのことを喋ってくださいっていうのにイスラムのよそ,よその人のことを喋るのはちょっとあれかもね、うん、大体が、まあ、支配者の歴史になりますねそう歴史というものはみんなが受験で習うのはほとんどが支配者の歴史だと じゃあその支配者っていうのは誰なのかなそれを民族っていうレベルで語ってもいいしもしくは誰々さん何々王っていうふうに語ってもいいでしょう何々長になるかもしれませんねそのレベルも自分で決めて自分の切り口で物語ること、うん、それが歴史のメタスキルになります、うん、抽象的な話になってしまったんですが 大丈夫ですか分かりますかうん。<laughs> それがですね、えー、うん。まあ,あ、例えば、制度の名前にしてみようか。制度、何々制というのがありますと。 じゃあそれはどうしたらいいのかなって言ったらおそらくはその一般人の暮らしとつなげて書いたらいいんじゃないでしょうかねそう原因と結果の歴史と見るとそれはね支配者の歴史でもいいし支配者がこういうふうにして困りましたとねまあなのでこういうふうな制度を作りましたそしたら一般人はこうなりましたそうすると一般人はこうこうしましたあららーみたいなうん それを見たよそ者が <laughs> みたいだね <laughs> で最後は支配者はこうなりましたみたいなうんそういうふうにして一つ例えばその制度の名前そうその制度の名前を物語にしてもいいですねいろんな語り口があると思いますそれを自分で見つけてみてくださいうん受験生一人一人に一つ一つね別々の教科書ができるぐらいの そう,そういう編集能力がこのメタスキルになります。語る能力ですね。つなげる能力。切り取る能力。何をフォーカスするか。うん。そこでね、入ってこない情報があってもいいんです。その物語る、物語ったことがどんどん広がっていきます。はい。それが日本史世界史のメタスキルです。うん。 以上です。